ストロンボリは、イタリア海軍のストロンボリ級補給艦一番艦。艦名は、ストロンボリ火山に由来し、この名を受け継いだ、イタリア軍艦としては六代目にあたる。ストロンボリは、リユーニティ造船、リバトリゴソ造船所で建造され、1973年に、寄港、1975年2月20日に、浸水、1975年10月31日に、収益する。 1979年7月、ベトナムボートピープルを救援するため、550、ビットリオ・ベネト、553& レアドーリアと第8海軍グループに属し極東に派遣された。1987年9月、イラニイラク戦争におけるタンカー戦争に対応するため、第18海軍グループに属しペルシャ湾に派遣される。1990年8月、 湾岸危機の発生に伴い F572 リベッジを F567 オルサと共に第一陣としてペルシャ湾に派遣される1994年2月ソマリアモガディッシュからの撤退を支援するため第25海軍グループに属した1995年1月に第26海軍グループに属しユナイテッドシールド作戦に参加し ソマリアからの撤退を支援する。1998年から2003年にかけて、常設ナトウ即応部隊、第2海上グループへの参加任務が割り当てられる。2002年6月から2003年9月にわたって、対テロ戦争に対応するため、ナトウの割り当てに従い、アクティブエンデーバー作戦に参加し、地中海東部海域に展開。 同作戦の終盤期の2003年3月から6月にかけてはインド洋及びペルシャ湾において普及の自由作戦に参加する。2006年1月1日から6月30日の間は NATO 即応部隊に属する。ありがとうございます。